I'm ah! sorry. トレジャーボトルをお聞きの皆さん、こんばんは。佐藤ゆりです。この番組は今アイドルシーンで活躍する注目のアイドルユニットを毎週ゲストにお招きし、普段のステージ上では見られないアイドルの新たな一面を深掘りして紹介していく番組となっております。それでは今週も早速ゲストをご紹介しましょう。キスビーからゆいのののお二人です。イエーイ,イ,エーイ <laughs> こんにちは はい、では早速自己紹介をお願いいたします。 はい、ゆいののの、ゆいの部分です。藤井ゆいです。ゆいの部分です。はい、ゆいさん、ありがとうございます。はい、ゆいののの、ののの部分です。はい、ののですよろしくお願いします。はい、のさんよろしくお願いいたします。早速なんですけれども、キスビーさんはどのようなユニットなのでしょうか。結構私複雑だな。キスビーさん。難しい。まずキスビー自体は、アイドルグループ。五人組で活動してるアイドルグループで。でさらに、その。 スビーがユーチューブをやってるのがウラキスという番組名がウラキスです。チャンネル名がウラキス。でさらにその中からユニットとして抽出されたのがユイノノっていう感じですね。なるほど。たくさんいろんなね発生があるんですけれどもユイノノのお二人は本当にもうユニットという感じでも活動してらっしゃると。 そうですね、最近そういうつい最近ユノンとして活動を始めた。うん ところでございます。今日も実は初仕事。そうなんですよ。初仕事。なお二人で。あら、そうなんですか。仲は良いですか。仲はいいですよ。お二人ね、声もそろって、本当仲いいんだと思うんですけれども。裏消すというあのユーチューブチャンネルなんですけれども。これあの、先ほど聞いたんですけど、全部企画から何まで、皆さんで。はい。ということで、大変人気なユーチューブのチャンネルですよね。いや私もあの、お二人を知る前から見てました。あ、そうですね。知ってました。 そう私すごいなと思って企画考えるの大変じゃないですか YouTube ちょっと大変ですね結構もうねずまり感がすごい最近秘密にしておきたい部分ではありますけれどももうすぐクリスマスですからクリスマスにちなんだ何か企画とかも考えてほしいやりたいですねまあ一応考えてありましてはすでに実際 撮っておりますあら、はい、もう撮っていただいてるということで、はい、楽しみですね何するんだろう <laughs> 何するんだろうなんだろう, <laughs> う,だろうなコスプレかなす,、ね、すっごい楽しみですけれども <laughs> そしてですね、あのー、皆さんは曲がちょっとね、はい、あの曲の題名が、うん 変わってましてそうですね確かにお届けする曲は SRY ということでこれどのような意味があるんですか SRY ってソーリーを英語で書きまして SRY とねつなんていうんですかあ、そういうことか私あの自宅で S と R と Y をめちゃめちゃ大きく書いてこれは一体何の意味と考えたんですけどソーリーそうですね あソーリーという意味だったんですね、はい、次の次にねーー曲をお送りする曲もこういいこうなんともこう噛んでしまいそうな、ね、まあちょっとお楽しみにね <laughs> し,みにしていただきたいんですけれども、はい、なるほどちょっと疑問が一個解けたところで早速 SRY 聞いていただきましょうか <laughs> 皆さんにはいそれでは聞いてくださいキスビーで SRY それじゃ はいここからはアイドルの皆さんのパーソナルにググっとフォーカスしていくコーナーとなっております一人一問質問に答えていただきます皆様の目の前には宝箱を用意させていただいてはい可愛い,いあの今日はねいいあの今までにないぐらいあの宝物を詰め込みすぎてあ <laughs> 溢れてますよねそうなんですもう溢れがちなんですけれども、うん、まあこんなから好きなものを一問ずつね、はい、あの引いて答えていただきたいと思います、はい、最初はどちらからいきますかゆいさんのなかさん ゆうちゃんから、ゆうさんから、はい、お願いいたします。ええ、どれにしようかな。もう一個取ったら、溢れ出そうですよね。溢れでいいですよ。ゲームみたいですね。もう言せてるやつで。はい、よいしょ。お、上手。自分で、開ますかお願いいたします。お、一番で。お、すごい。すごい、一番ってなかなか出ないんです。ええ、やった。では、ゆいさんの質問。こちら、じゃん。こんなアイドルは嫌だ。グループ名。 個人名は言わなくても大丈夫ですので嫌いなタイプのアイドルを教えてくださいなるほど <laughs> なんかやばいやつやん <laughs> やばいやつだ、ね、怖いなのグループ名とかは言わなくても大丈夫ということですけれどもこんなアイドル嫌だちょっとあんま言い過ぎちゃうとね <laughs> あもしかしてあのアイドルかなってなっちゃうんですけれども、まあね、まあでも全然言い過ぎて構わない濁して濁して、うん、えこんなアイドルは嫌だって言ってあのもう自分のグループだって言っちゃうんですけどももっと おおっと怖い怖い見たくないよ嫌だえその嫌なやつじゃないえっと足の臭いアイドルは嫌だえちょっと待って怖いえ自分たちのことってどういうことですかえ自分たちのことをうちのメンバーにいるんですね誰かわかんない人いるんないけどえなのがそも知ってますかもう足の臭いまあご本人ですちょっと待ってください。 キャラも YouTube でも出てしまってるんでそうなんですかなるほどなるほどなんで足臭いのが発覚したんですかなんでたっけ撮影中に誰かを起こそうみたいな寝てて誰かを起こそうってなってゆいちゃんが私が使ってるレッスンで使ってる靴を嗅がせたんですよ。さいんは密かに ちょっと足が匂うことを農家さんの足がにおうといがっつりですね一緒に帰り道の方向が同じで <laughs> <れ>も,うもう2年間ぐらい一緒に帰ってるんですけど<え>その中ですごい1日だけ車内がとっても臭い時があ, <laughs> あ,ありまして臭かかった確かにかたそしたら隣で脱いだっていうかその浮かせたんですよ靴から足を。 浮かせた浮かせただけで匂いが放たれるぐらい強い匂いなんですよね。で抜いではなかったんですもんね。ちょっとこう苦痛から汗を浮か,て浮かせたぐらい、まあ、に。 でもまあ頑張ってる証なんで私は好きだよ最近でも匂わなくないですか最近本当に本当にもう清涼感そうなんですよどっちかというとゆいちゃんの方が臭いですどうしたなんかね健康とかにもよるらしいですよその足の臭さってだからちょっと不健康だったけど健康に最近なってきたのかなよかったそれはいいこと今度ゆいさんの健康がね気になるからねそうですね結構最近悪化してきてるのでカビ生えそうなんです私衣装の靴にカビ生えちゃって いや本当に足に問題を抱えてますよねキスビーっそうなのみんな一生懸命こうダンスで動いてるから汗がかくからかなそういうことにしておきましょうそうなんですそういうことにしておきましょうはいということでこんなアイドルはやだ足が臭いアイドルはやだということではいありがとうございますありがとうございますいませんこんな汚いアイドルでいやいやもうもう全然いいと思いますありがとうございまじゃあいきますねどれにしようかな ののかさんの番ですじゃあ奥の方でおおすごい上手に取りますねいきますはい。三番三番ではののかさんの質問はこちらですもし自分がお相撲さんならばどんなし股名にしたいですか <laughs> その得意技は <laughs> いや難しすぎませんこれ,、うん、これえでも相撲上手いからよかったそうなんですよ相撲めちゃくちゃ得意で 小学校の時に市で1位取ったことあるんですよ。本当にあの嘘じゃないです。本当に取ったことあるんですよ。なんでそんなに細いのに強いんだろう。なんか強いんですよ。ええじゃあ。そこじゃあ得意技もきっともうその頃からあるだろう。得意技でもあるんですよ。はい。あるのでまず得意技。得意。な勝手に長澤くんって名付けてるんですけど、あのマルコちゃんの長澤くんっているじゃないですか。あの人ちょっと弱そうじゃないですか。 え長澤君ってあの玉ねぎそうですそうですちょっと弱そうじゃないですかそう弱そうに見せてぶん投げるっていう技を小学生の頃から作ってて得意技はじゃ長澤君でしこのお母さんが長澤君ってことあそうですね長澤君しこなしこな長澤君いいじゃんじゃもう確かに長沢長澤君でいこうかなじゃあ長澤君による長澤君っていいですね。

名も、長沢くん、ということで、弱そうに見えて、こう、ボンと、そうですね。やってやるっていうのが、長沢くんだそうでございます。懐かしいな。はい、ありがとうございます。なんかね、長いこと皆さんに、あの、じっくり話していただいたんで、また後半ね、ゆっくり話していただきたいと思います。はい、では、続いての曲、こちらの曲もまた変わった名前ですね。はい、はい、ちょっと噛まないように言いたいと思います。はい、ぜひお願いいたします。それでは、聴いてください。キスビーで、クックドゥードゥルドゥ,ドゥ

では十三番は三番ではこちらでございます。このアイドルやるなと思うやるなの部分を教えてください。なんだろう。なんか難しいね。このアイドルやるな。でもなんかちょっと汚いことしか思いつかない。やめてや。いやいやそれ違うんですよ。そういう汚いというか。えどういうこと。やっぱ大人に媚びを売るアイドルやるなと思いません。思いますよね。確かにえじゃそういうアイドルを目の当たりにしてしまった。 まあ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 まままあまあまあ言わ <laughs> ないですけど <laughs> えーそうなんだ <laughs> 自分ができないからこそすごいなとは思いますね<ー>えどういうふうに媚びを売ってたんですかえもう褒めまくるとかえっゴマすりですよね、えー、アイドルさんがスタッフさんとかおさんとかにやってるの見たらすごいなって <えー S 1> <laughs> すごいなって思うよね <laughs> すごいなってそういう人いますよね まあ一種の売り方なのかなとは確かに気に入ってもらったり印象的に残ればねまた次も呼んでもらえるとは思うんですけれども逆に野々かさんはできないできないですねすっごいマネージャーさんもずっときろりとみたいなですけど隣にマネージャーさんいるんですけどマネージャーさにコビは売らないんですか売売売らららななないいいですね全然れ 売ったらもしかしたらすごいなんか誕生日プレゼントとかもしていいイベント企画してくれたりとかもしてくれるかもしれないじゃあちょっと今日から始めたいと思いますでもないって言ってましたねもうしてもうこび売るねあれがないかもしれないですけど気付かれないようにこびを売っていければなと今度それが一番いいとかあげよようトトマトいます 嫌いなんだ。こういうとこですわ、ほんまね。あのマネージャーさんの好きなところもちょっと分からなかった。物からなかった。トマトは好きではなく嫌いだったんですね、逆に。でも良かったですね、マネージャーさんの嫌いな食べ物に対て。確かに一つ知れましたね。トマトねあげたら大変ですから。良かった。はい。このアイドルやるなというのはこびオルアイドル。アイドル。ね うん、ちょっと見てみたいな、五秒売るアイドル。はい、では続いて、はい、はい、ゆいさん、引きます。うん、お願いします。次、濃いやつ。よ、濃いやつ。濃いやんお、七番です。お、セラーセブン。セラピーセブン。はこちらでした。 何の取り柄もないけれどルックスは最高才能にあふれているけど顔は不細工生まれ変わるならどっちどっちということで即答ですねこれは何の取り柄もないけど、うん、ルックスは最高の方でい <laughs>、えー、きたいですね。なんでですかいやなんか、うん、取り柄はなくても、うん、生きていけるんですよ。 で,でも才能はに溢れてるとちょっと悪い人に狙われるじゃないですかだろう歴代の人たちってなんかいい地位の人ってよく殺されるじゃないですか暗殺のあれ,にされてしまうそうであんまり才能は持っていたくないかもしれないですね。なるほどねでも、まあ、ルックス 確かに取り柄の一位ですよね確かに本当だもうじゃもう生き返るのやめますわほんま生き返るのやめます生まれ変わるのあすいません本当によく言われるんですでも分かったゆいさんは今私思ったんだけどもよかったって言ってくれたけど思ったんですけどルックスもあるし才能もあるじゃないですかだからどっちかを選ぶなんてできないと思うゆいさんがちょっと本当のタイプのニヤニヤしちゃってるよね今でも本当に 2人とも超かわいいし才能にあふれてるからまあでもこれの質問私だったらねやっぱりルックスを選ぶ私もねえっ違うのえっノーカさん違うのだって整形すればいいじゃないですかそれはんかこすいこすいか確かにこの質問に対してこすい確かにそっか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 ちょっとノーカさんこすい出ちゃったんでやめますでは続いて質問ねもう一問答えてもらおうかなノーカさんあじゃああした終わり 大丈夫かおわい,おいそれではじゃあじゃん四番 4! ではこちらですじゃんこれはさすがに頭に来たって話はやばい私頭に来ることないんですよね、本当に <laughs> そうなんだそう、なんか笑顔が素敵だからなんか人生ぼうっとして生きてるんですよ、すごいだからその頭に来ても忘れちゃうというかうん、うん、ありますゆいちゃん<笑><笑>私なん <laughs> <私>か頭に来たもう忘れちゃうというかうん、うん じゃあ頭に最近イラッとしたこととかも思い浮かばないなイラッとしたことないない残ってるとこ確か見たことないですね減ら、えー、してるんでいつもそれうらやましいと言っていいのかないやうらやましいかでもうらやましいうらやましいかうらやましいかうらやましいよねあります、うん、頭にきた話頭にきた話あの、うん、沸騰前のお湯を6 0度で止めたかったんです あの電気ケトルでなのに100度にしちゃった時がちょっと頭にきましたね私は私沸騰しちゃった沸騰しちゃったからすぐに飲めなくてあ60度だと飲めるぐらいかちょっと一回いったら飲めるけど100度はすごいね確かにそれはちょっと頭にきましたねえ自分に頭にきた自分ですあ自分に頭にきたのじゃ二人ともあんまり頭に来ないタイプ確かにね。 平和ボケしてるそうですねすごくいいことだと思いますけれどもねありがとうございますすごくいいと思いますちょっともうちょっと聞きたいんでもう一問ちょっとささっとささっとはいよしこれだいただこうかなとはい六番です六番番はいではこちらうわ長い今おじさん十人に取り囲まれていますある言葉を言ったらおじさんたちはひどみましたさてなんていうこれで終わりにしましょう なんちゅう終わり方やああおじさんに囲まれている、うん、てそのおじさんたちがある一言を言ったらプシュバッといなくなります私もおじさんだっていうなるほど <laughs> 素晴らしい私もおじさんだと言って パッと消える<う>ということでそうですねありがとうございますこれを言われたらおじさんたちは消えてください <laughs> ゆいさんの前から <laughs> 消えてくださいはいありがとうございます <laughs> ということで今後のキスビーさんのライブのイベント等の告知あとねあのキス、えー、とゆいののさんのねこれからの告知をお願いいたします、うん、はい、はい、じゃあ最初にえっと1月5日の告知をさせていただきたいんですけども、うんはい、お願いいたします、えー、こちらはキスフェスという 私たちキスビーと他に関西や研究生グループもいるんですけどもそこのキスビーとキスビーウエスト、はい、キスビーユースすべ、うん、てのグループが集まって、うん、まあ新年早々楽しいライブをしようというのが1月5日に渋谷、UU、UM さんにて行われるので、ね、まだちょっとチケット残りわずかになってしまってるんですけども、はい、ぜひ皆さんお越しください。お願いしますお願願いいししまますす、はい はい。そして、私たち、ゆいのの,の、の初ワンマンライブが、なんと2月2日に、行われます。はい、まあ、ちょっと、初めて言うかもしれないけど、ここで私たちのね、衣装をお披露目したりだとか、まあ、前やってたね、人気の曲をやったりとか、もう見なきゃいけないところばっかりのライブですので、ぜひ皆さん、来てください。時間とか、 場所は、うん、えっと後々発表されると思いますので、はい、ぜひツイッターでご確認くださいはい、はい、お願いします,しますありがとうございますでもうすぐでね今年も終わりますけれども来年はお二人にとってどんな年にしたいですか、うん、来年は、うん、えちょっと今までユイノので活動したことなかったんですけどまあこの機会を経て先輩たちのちょっと 助けてもらってる感が今すごいあるので自分の中でま自立心と言いますか私たちがこのキスビ裏キスを引っ張っていくんだぞっていう気持ちでやりたいと年ですね素晴らしいじゃあ来年は頼もしいまたさらにお二人になってなりたいと思いますぜひ活躍を楽しみにしておりますありがとうございますありがとうございますそれでは最後にこちらの曲を聴きながらお別れいたしましょう お送りする曲はせーの、それでは聞いてくださいキスビーでドッキンフワフはいありがとうございました今週のゲストはキスビーからゆいのののお二人でしたありがとうございますまた来週お会いしましょうお相手は佐藤由里でしたせーの良いクリスマスを